道民夫婦です。道東5泊6日帯広からスタートして釧路、根室、別海、斜里、羅臼、網走へと移動します。今回は斜里、知床のオホーツク海側です。天に続く道、スタート地点に来ました。スタート。天に続け。うわ、どこまでも行ってる感じだね。少し進んでいたところに展望台があります。自由の展望台につき事故に関して一切責任は持ちませんということで、とりあえず木は腐っていないので上がってみたいと思います。天気がいい。登ります。わー、綺麗だ。セミの鳴き声と鳥の鳴き声と景色と、ザ・北海道。ジャガイモの匂いがする。あ、本当だ本当だ。いや、匂いも北海道だ。ジャガイモ畑、花が咲いているよ。新越の滝に来ました。滝はこっち側。流れてる流れてる。新越とはそこに蝦夷松の群生するところを意味するアイヌ語に由来しているそうです。知床八景、新越の滝流れてる。すごい音。すごい水しぶき。足元濡れてるもんね。すごいすごい。流れてる。すごい勢い。しぶきがすごいわ。広い海、今日は青いよ。道の駅ウトロシリエトク。道の駅はこちら。知床世界遺産センターは右側。駐車場は人気。ここお盆とか混み合う時にはお風呂注意です。お風呂あんまりありません。早く閉まります。知床世界自然遺産、世界自然遺産の町斜里町です。ここは鹿が横切っているのよ。ここは冬に岬、鹿がいる。あ、ちっちゃい。つま入ってない。一緒にやんないでくれない。あー、行っちゃった。知床自然センター、ここからお盆期間はバスに乗っていきます。ようこそ知床自然センターへ。クマ、ここでチケットを買います。この山下のバス停が川から10分ほど歩きで離れております。海鮮が何もなくて、はい、どんな1300円。はい、これ途中で降りられる、はい、うん、これです。あ、なるほど、はい、滝用のスベランソックスとタオルのセットになっているやつがあります。これ1400円でフリーサイズのスベランソックスお買い上げ。タオルと袋のセットになっています。バスに乗ります。知床五湖でバスを降りました。虫除けかけます。大事。熊鈴完了。地上遊歩道入り口、こちらは地上遊歩道の方を行く人です。チケットを購入しなければいけません。250円です。展望台高架木道行きます。この木の道路を行く。
これさ、熊よけでしょ？知床岳。右が？羅臼岳。知床連山。知床連山。オホーツクかーい。セミの鳴き声すごい。知床五湖。800メートル地点です。です。車椅子でも来れるんだって。緩やかになってます。うん、そんなに疲れなかったね。そんなでもないね。展望して休むところもあります。地上から歩いてくるとここに出てきます。でも地上は自己責任なんでしょ。熊に遭遇する可能性あり？あり、あり、あり。ここから出てくる熊も来れない。ここでブロック。売店と休憩所もあります。知床限定おかき。一番人気の鮭重ね巻き。どこにでもいるシマエナガ。あ、これ角のアートじゃない？これぞ知床っていうの。あ、技ありとかって書いてるよ。ナイフなのかな？四角の工芸、うん、ナイフの形。角の工芸品です。鮭の鮭初音あ、鈴。でも私たちのはないね。ないね。バスの時間までここで涼みながら休憩します。タクシーは1時間に3本ぐらい出てます。ここで鹿肉も食べられる。湯の滝行きに乗っていきます。10分ほど歩いていきます。カムイワカ湯の滝への行き方。カムイワカの滝到着。ヒムグマがいます。あなたは大丈夫だそうです。流れてます。ここの坂を登っていく。結構急ですよ。用意します。クロックス足めくる。しっかりめくる。そうだね、うん、汚したくないからしっかりめくる、うん、クロックス開きました。長いね。左こっちが右。滑り止め、うん、はい。結構急です。登れるかな。登りました。ここはね、ちょっと難関だよね。来ました、来ました。ここに靴を置いて登っていきます。パパは靴下で履いていきます。
冬眠ママ滝を登ります。入っていきます。滑らないね。大丈夫です。大丈夫だね。でも気をつけて。あ、すごい深いよここ。深いわ。あ、でも緑で綺麗でね。これぬるま湯っていうぐらいの温度だよね。ちょうどいいの。結構うねうねしてるね。靴下滑らない？これね、滑らない。お、どう？上がってってみて。説明によると酸性の水だから、うん、あ、温泉だから、うん、植物とか苔が生えにくいので、うん、流れてるとこが滑りづらい。なるほどね。苔がないとこね、緑のないところとかが逆に滑りづらい。あー気持ちいいわ。あ、なんかこういう、なんだろうこれ、石の一直線の。これ亀裂だね。亀裂？肌の亀裂。肌の亀裂。深いよここ。これザブンと入れる。入れるね。よく子供とかね、水着着てここで遊んでるよね。入れる入れる。あ、上まで行ってる。降ります。結構急なところがあるよ。あっちの滝って言われてると、うわあ大変そうだよ。カムイワッカの滝、一の滝、パパってそこ登る勇気ある？私はちょっと無理だ。ああ大変そうよ。ペペまでで終わりでしょ？そう、終わり。行ってくるよ。行ってきて。もうここは深くて無線状態。腰まで来るかな？よし、行くぞ。行きまーす。パパ行きまーす。すごい。登り切った。行ったぞ。行った行った。すごいぞ。これより先、危険。進入禁止。この先上流で落石が発生しているので立ち入りは厳禁です。ご機嫌。帰ってきたよ。髪にハマってます。髪を試してます。ぬるいかい、ぬるいかい。こんな湯の滝で、到着終了。足を拭いて靴に取り替えました。またバス停まで 500m 歩いてバスを待ちます。車で来れるときはここが駐車場になってるのかな。滝のすぐそば駐車場まで一気に戻ります。